キリスト教会がお送りする世の光イースタースペシャル世の光の時間です北上聖書バプテスト教会の佐々木正樹です4月17日はイースターというキリスト教の記念日でした最近はキリスト教と関係なく春のお祭りとしてスーパーの食品売り場にハッピー,イースターというシールが貼られた卵が売られていたりしますけれどもイースターは イエス・キリストの復活をお祝いする日です。ご存知でしたか復活したということは、その前に死んだということになります。では、イエス様はどうして死なれたのでしょうか民族解放のために立ち上がり、戦いで命を落としたのではありません。また、事故や病気で死んだのでもありません。イエス様の死は私たちの罪のためであったということが、聖書の言葉からわかります。 新約聖書コリント人への手紙15章3節と4節をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと、 イエス様は死に向かっていく恐ろしさや全てを失う悲しみを知っておられるだけではありません。私たちの心の中や、最も愛する人たちとの関係さえ破壊してしまう罪の力を知っておられます。誰でもやってそうな、誰でも思いそうな、そんなちょっとした罪が、擦っても取れない黒カビのように私たちの心と生き方に深く根を下ろしています。 この罪が私たちから安心や喜びを奪い、人生に闇を招き、人を傷つけてしまいます。罪は、神がお作りになり大切にしている世界と、命あるものを傷つけるということです。そして私たちに大きな追い切れない報いを招きます。その追い切れない報いを代わりに引き受けてくださったのが、イエス様の死です。しかし、 イエス様がその死から蘇ってくださったことで私たちには希望が与えられました。神が愛しておられるものを傷つけ汚すそんな罪を持った私たちが、それでも許され喜びを取り戻し、他者を愛するものにさえ変えられていく希望です。死に向かっていく恐れがある、自分の中にある黒いもののために傷つき、傷つけてしまう、そんな私たちですが大丈夫です。私たちのために死んでくださったイエス・キリストは復活し、今も生きておられ、 私たちに新しい命を与えてくださいます。キリスト教会がお送りする世の光イースタースペシャル。世の光の時間です。北上聖書バプテスト教会の佐々木正樹です。ディケンズというイギリスの作家をご存知でしょうかディケンズが書いた二戸物語という小説があります。フランス革命前後のロンドンとパリを舞台に、 顔形のよく似た二人の青年と、彼らが共に思いを寄せる女性が織りなす物語です。ロンドンで自堕落な生活をしていたカートンという青年が、一人の女性と出会い心に光を得ます。彼女に心を寄せつつも、自分は彼女にふさわしくないと考え、彼女と彼女が愛した人のために何でもすると心に決めます。やがてパリの友人がその女性と結婚するのですが、 フランス革命の嵐の中で暖冬大送りになってしまいます。その時カートンは、顔形のよく似た友の身代わりになり、愛する人々を脱出させることを決意し、自らは暖冬大に露と消えるのです。そうした中で、青年が繰り返し一つの聖書の言葉をつぶやきます。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。 新約聖書、ヨハネの福音書11章25節の言葉です。これから断頭台に向かって命を散らそうとしている人がどうしてこの言葉を思い出し繰り返し口にしたのでしょうか。自堕落で生きる意味を持てなかった青年が生きる喜びや希望を取り戻させてくれた人のために友の身代わりとなることによって自分の命に意味を見出せると信じたのです。 私たちは確かに避けられない死に向かっています。肉体的に死にゆくものであるというだけでなく、時には二度物語に出てくる青年のように、生きる意味や喜びを見出せない心が死んだようなものであるかもしれません。しかしイエス様はこの聖書の言葉を通して、人が死んで終わるものではなく、死の向こうに復活の希望があることを語っています。死んでも生きるのですという言葉は、 いつの日か蘇るという未来の話であるだけではありません。今まさに死にゆくもの、死んだようなものであっても、とことんダメだった人間であっても、イエス様によって今生きたものとされ、イエス様によって新しく生きるものにされます。イエス様がその復活の命を私たちに与えるからです。さあ、この新しい命をあなたもイエスキリストからいただいて生きる意味を確信し、 生きる喜びに溢れるものとして歩み始めませんか。キリスト教会がお送りする世の光イースターススタペシャル世の光の時間です。北上聖書バプテスト教会の佐々木正樹です。私は週に何度か夕飯を作ります。結婚して以来30年以上続けてきたことなので苦になるということは滅多にありませんが、時には夫婦二人ともに疲れ切っていて、 今日は作りたくないなぁと思うことがあります。そんな時誰かが食事を作って運んできてくれたらどんなにいいだろうかと思います。イエス様がたくさんの人々を相手に病気を癒しお話をしていたある日随分時間が遅くなってしまいました。その時5つのパンと2匹の魚を大勢の人たちに分けるという奇跡を行いました。皆満腹になりしかも残りもたくさん出るという驚くような奇跡でした。 これを見た人々は、ぜひイエス様に王様になってほしいと思い、俺たちの王になってくれと詰め寄ります。なんて浅はかなことと思われるでしょうか。よくよく考えれば私たちだって、政治家や国のリーダーに期待する一番の関心事は経済問題です。景気を良くし、失業率を下げ、賃金が上がるような政策を期待します。どんなに良心的で人権や平和を重視するリーダーでも、 経済政策がダメだとすぐ支持率が下がります。食べないと生きていけないのですから、それはそれで仕方がありません。イエス様はもちろん私たちが仕事を失ったり、飢えることを望んだりはしません。それでもイエス様は人々のためにパンの奇跡を何度も繰り返すことはしませんでしたし、人々の期待に応えて国の指導者になるということもありませんでした。ただイエス様は、私は命のパンですと言い、キリストは私たちに、 食べ物や経済的な豊かさではなく、命そのものを与える方であると教えてくださいました。食べることは生きることです。パンはもちろん必要です。でも戦争や災害によって、愛するものと引き裂かれたり、安心して暮らせる場がなくなった人たちが、食べ物だけあっても決して心が満たされず、生きる意味や喜びをどこに見出したらよいか、わからなくなってしまうように。食べるもの、 経済的な保障があれば幸せになれるとは言えないのは明らかです。しかしイエス様は私たちの命のパンです。私たちに生きる意味と喜びを見つけさせ、神様に愛されている安心と他の誰かを愛する喜びに生きることができるようにさせてくださいます。元気を与えてくれると信じて目の前の食べ物を口にするように命のパンであるイエス様を信じ、あなたの心と人生に受け入れるなら、イエスキリストの命によって あなたの心と生活、人生は満たされたものとなるのですキリスト教会がお送りする世の光イースタースペシャル世の光の時間です盛岡聖書バプテスト教会の近藤吉也です4月17日の日曜日はイースターでした世界中のキリスト教会で イエス・キリストの復活をお祝いする礼拝が捧げられました。聖書には十字架につけられて死んだイエス・キリストが、それから三日目に死者の中から蘇ったと記録されています。今日は、このイエス・キリストの復活について、私がこれまでに何度もされてきた二つの質問と答えを挙げてみることにします。まず一つ目は、 死んだ人が復活しただなんて本気で信じているのですかという質問です。答えは、はい。私たち教会は本気でそのことを信じています。二つ目の質問は、イエスの教えが大切なのであって、復活したことがそんなに重要なことですかという質問です。答えは、はい。 イエス・が復活したこことととは、とても重要なことです。イエス・キリストは十字架につけられる前からご自分が殺されることそしてそれから三日目によみがえることをはっきりと教えていましたですからもしイエスが死んだままだったならばイエスは嘘をついていたということになりイエスの教えも信頼できないもの とということになりますけれどもイエスはその言葉の通りによみがえり弟子たちの前に姿を現したんですイエスが殺されてしまったという悲しみや恐れから姿を隠したり逃げ出してしまっていた弟子たちも復活したイエスに会った後には堂々とイエスは本当に死者の中からよみがえられた と伝え続けたんです。イエスの復活、それは私たちに与えられた大きな喜び、そして希望です。このイエスを信じるならば、イエスと同じように、私たちにも死で終わることのない永遠の命が与えられる。これが聖書の約束です。死から蘇ったイエス・キリストからあなたにも、この 永遠の命の希望と喜びが差し出されているのですキリスト教会がお送りする世の光イースタースペシャル世の光の時間です盛岡聖書バプテスト教会の近藤吉也です私が住んでいる岩手県は自然がとても豊かなところです海があり川がありそして山があります 4月になると長い冬の間に春の到来を待ちわびていた植物が一斉に芽吹きやがて花を咲かせます夏や秋の実りの季節にはたくさんの種類の果物が実ります私が牧師をしている教会の敷地内にもブドウの木があり収穫の季節には甘いブドウを味わうことができます聖書にこんなイエス・キリストの言葉が残されています 私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。新約聖書、ヨハネの福音書、十五章五節。面白いことに、イエスは自分と人との関係をブドウの木と枝に例えているんです。確かに、 切りり落とされた枝からは実は実なりません木と枝がつながっているからこそ命が通い実がなりますイエス・キリストを信じイエス・キリストとの関係の中に生きるとき私たちは多くの実を結ぶと言われているんですでは私たちが結ぶ実とは一体何でしょうかいろいろな実を結ぶようになる中で最も大きな実は 命とといううです。す。人間ははどんん。な生涯をを送ろうとも、もやががて誰もが死を迎えまま例外はありません死んだら一体どうなるのだろうかそんな疑問を抱き不安や恐れを感じたことはないでしょうかこれまで私は牧師として何人もの死にゆく方々と時を過ごしてきましたお年を召された方も 若い方もイエス・キリストを信じていた彼らは自分の死が間近に迫っている時にも確かな希望を抱いていましたそれは死は終わりではないという希望神と共に天国天の御国で生きる永遠の命がイエス・キリストを通して与えられているという希望ですイエス・キリストを信じるとき あなたもこの命の実を結ぶようになるのですキリスト教会がお送りする世の光イースタースペシャル世の光の時間です森岡聖書バプテスト教会の近藤芳也です私たちが生きる世界では国と国との間に国境という線が引かれていますそして私たちは それぞれぞの国籍を持っています普段の生活の中ではそれほど意識をしないんですけれども外国に行って異文化に触れたり他の国出身の人と接するときにああ自分は日本人だなぁと強く自覚することがあります新約聖書の時代ピリピという町がありました現在のギリシャに位置する町です このピリピの町にはローマ帝国の市民権言うなればローマの国籍を持つローマ人たちが主に住んでいました彼らは都であるローマからは遠く離れたピリピの町に住みながらローマ人としてのアイデンティティを強く持ってローマの法律に従って生活していましたしかしパウロという人が このピリピの町の教会に宛てた手紙の中で、私たちの国籍は天にありますと書き送りました。私たちの国籍は天にある。なんとも不思議な言葉です。国籍が天にあるとはどういうことでしょうか。私には思い当たることがあります。数年前、私が牧師をしている盛岡の教会には、いろいろな 国出身の人が集ままっていました日本人韓国人中国人フィリピン人シンガポール人ネパール人アメリカ人イギリス人ロシア人確かにそれぞれの国籍は違いましたでもその違いを超えて国同士の間に生まれた歴史上のさまざまないかいも超えて私たちは毎週日曜日には一緒に礼拝を捧げていました 共通していたのはイエス・キリストを信じる信仰でありこのイエスを信じて生きることの喜びでしたそして共有していたのはやがてこの地上の生涯を終えた時天において与えられた永遠の命を生きるようになるという希望でした私たちの国籍は天にありますあなたにもこの言葉が向けられています 神はイエス・キリストにある命の希望を抱いて生きる人生にあなたを招いておられますポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送電動協力会の協力でお送りしていますところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか各地域の放送電動協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています 最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせくださいまた番組の係では分かりやすい「聖書通信講座」をご用意しています無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください今日は四国福音放送電動協力会のお問い合わせ先をご紹介します郵便番号770-8691770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番「世の光」です。